東京リベンジャーズラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役、新勇気です。この番組はいよいよ本日4月10日から放送がスタートします。テレビアニメ東京リベンジャーズの魅力を余すところなくお伝えしていくラジオ番組です。ついに東京リベンジャーズのラジオが始まりました。しかもその第1回目の配信日がアニメ1話の放送日となっております。とてもめでたい。そしてラジオのメインパーソナリティを務めるのが私、なんで笑ってるんですか、新勇気です。よろしくお願いいたします。ラジオのメインパーソナリティはもうめちゃめちゃ台本通りに読ませていただいてます。はい、ラジオを始めてということですごく緊張しております。この番組のタイトルはですね、東京リベンジャーズのラジオと言いまして、まあ、当て字となってますね。羅刹の羅、慈愛の慈、なんだ、おかんのおラジオとなってます。すごい当て字ですね。そしてこの番組なんですが、私新勇気以外にもマンスリーパーソナリティの方がいらっしゃいます。4月はこの方です。お願いします。早くね、呼ぶの。あ、早いですか。いや全然わかんない。全然いいですよ。はい、皆さんこんにちは、立花直人役の大阪亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね。いや全然いいね、全然いいんだけど、なんかもうちょっとそのわー拍手みたいな感じだったかと。サラサラと始まりましたみたいな感じでちょっと面白くて。あ、1回目だからもう少しゆったりやれば。そうそうそう、なんか新人らしくめっちゃテンション高い感じでいくのかなと思ったら、割と冷静に。あ、テンション高いことだった。いや全然いいね、全然いいね、全然悪いことじゃないんだけど、はい、緊張してるんだなっていうのはすごい伝わってくる。もうなんか熱くなってきました。早くもだってついこの間ね、イベントがありましてですね。はい、ありがとうございました。先行上映会が。そうなんですよ、新人でね、初主役で、はい、さらに初めてのイベントで初めてMC をさせられるんですよ、もう。やってもらうじゃん、させられる。させられる。もう強制ですから。いや、もういろんなことを。もう大変でしたなと思って。もう俺もやっぱ通ってきてるからさ、その道を。いや、そうなんですね。さすがにいきなりイベントの MC やらされるってことはなかったから。いや大変だろうなと思って。なんかそう、どうやらそうらしいですね。なんか全然そういうものなのかと思ってたんですけど、そんなことはないといっぱい聞いて、うん、でもいろんな試練を乗り越えさせていただいて、うん、成長につなげていきたいと思っております。どうですか、ラジオのパーソナリティは。なんか変な感じですね。なんかラジオな、わかんないです。まだ何もわかんないですね。今どうしたらいいんですか。そうだね、打ち合わせもまあちょっとね、流れを確認しただけだから、はい、ここで詳しく何を話してとかいう話はしてなかったからね。そのもう本当台本に沿っていくことしか今は考えられないです。そうだね、まあ最初はそれはもうしょうがないなと思ったから、はい、まあ徐々に慣れていて、もうそれこそこのラジオが最後迎える頃には、はい、もうペラ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 自分でもペラペラ喋られる。もうなんだろう、こっちが止めるぐらいのなれば。そうなりますかね。俺はならなかったけど。人それぞれ、まあ、そういう風になる可能性も秘めつつ。そうでも慣れてくると思うから、はい、あとやっぱりそうね、現場もね、たくさん現場っていうか、その、このリベンジャーズも、ね、はい、アフレコがどんどん進んでいってるから、はい、アフレコ自体進んでいってるから、まあみんなとのね、仲良さも仲良くなってくるだろうから、まあここで二人っきりになってね、はい、話した時に、まあちょっとどうなるかって感じはあるけど、まあきっとそのおそらくそこの時の和気あいあいとした雰囲気も出せるんじゃないかなって思うんでね、頑張っていただきたいなと思いますけど。頑張ります。まあでも最初回、まあ大阪さん来ていただいて、うん、大阪さんの収録の時から可愛がってというか、お世話になってすごく助かってます。いや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 、もう最初はだからしんくん本当に初めてだったんで、はい、名前の呼び方も分かんなかったんですよ。真の名字が新田くんかなと思って、そう、その前真なんだと思ってちょっとびっくりした記憶はあるんですけども、名前の話もしましたもんね、うん、珍しい、お互い実は珍しいみたいな。そうお互い珍しいっていう話はしたんですけれども、うん、まあでもこれはオープニング開けてから喋るかな。あ、わ、うん、かりました、ね、うん、まあ始めていきましょうというところで、うん、はい、東京リベンジャーズラジオよろしく。東京リベンジャーズラジオ。
さて、東京リベンジャーズラジオ初回ということなので、まずは、どんな作品なのかご紹介したいと思います。東京リベンジャーズは、週刊少年マガジンにて連載中の大人気漫画です、はい、原作者は和久井健先生、うん、単行本の累計発行部数がもうこの間ツイッターでも見たんですけど、うん、なんと1000万部を突破しております。いや素晴らしいですね。ミルピーすごい、めちゃくちゃすごいっすよ1000万部って、ね、なんかしかも急に800万部かなんか急に1000万部にバンって、いやもう800万部の時点ですごいからね、アニメする前から、うん、そこで急に上がったっていうのがなんかすごいという、うん、おめでとうございます、うん、でストーリーは、人生どん底のダメ振りた、花垣武道が、うん、殺された元恋人を救うために12年前の中学時代に突如タイムリープして人生のリベンジを、うん、していくというストーリーとなっております、うん、はい、もう原作読んだ時からめちゃめちゃ面白いっていうのが、で大阪さんもともとファンなんですよね。これね、僕あのでもファン、今はファンなんですけど、はい、そのオーディションを受けるまで知らなかったんですよ、はい、で、オーディションを受けるときに読んで、はい、で受かったときに全部読んでみたいな感じだったんですけども、あの元々ね、はい、それこそしんくんの事務所の先輩にあたる、はい、働かたつくっていう子がいるんだけど、パスさん、そう、その子がめちゃくちゃ面白いっすよみたいな話、はい、めちゃくちゃ泣けます熱いっすみたいな話をめちゃくちゃその紹介されて、なるほど、じゃあちょっとちゃんと読んでみるわっつって、そしたらまあめちゃくちゃ面白いみたいな、いや非常に、で僕絵柄で最初気づかなかったんですけど、はい、和久井先生の前の作品新宿スワンっていう作品、新宿スワンありますね、あのそれを弟が持ってて、はい、僕それ読んでたんですよ。あー、絵柄というかタッチ全然違うんだね。全然違うんですよね、うん、だからびっくりしちゃって最初で、なんかよくよくそのスタッフさんとかに話を聞いてみたら、はい、そのやっぱ少年誌に合わせて絵柄を変えてきたっていう、あ、そういう話もされてて、流れがあるんですね。そうなんだ、っていうか変えられるもんなんだと思って、いやすごい、めちゃくちゃびっくりした記憶あるんですけど、あとなんか デザートイーグルっていう作品も読み切りかな、うん、違う、うんうん、読み切りじゃないな、あの和久井健先生のやつで間であって、うん、それがなんかちょうど中間ぐらいの絵柄のような気がしてて、うんうん、少し見たんですけど、うん、そうだから作品っていうか媒体によって絵柄変えられるっていうのはすごいなっていう風に、いや本当に人気応変にっていうのは、うん、続いてキャラクターの紹介もしていきます、うん、まず私シンが演じます、花垣武道、まあ、武道なんですけれども、はい、まあもともとは26歳の、ダメフリーター、まあ、いろんな今までの人生からは、まあ、中学時代が、まあ、ピークというところで、うん、その他は結構、まあ、ズブズブでいわゆる、まあ、ダメ人間というか、うんうん、クズな人間だったんですけど、うん、そのまあニュースで、元恋人が殺されちゃったことを知って、うん、まあ、あるタイミングでタイムリープする機会を得て、うん、まあ、そこからまあ元恋人のヒナを救うためと、まあ、自分の逃げ続けてきた人生をリベンジするために奮闘していくっていう、まあ、情熱って熱血でもありつつ、まあ、クズでもありつつ、うん、なんか人間臭いキャラクターだと思って僕は演じさせていただいているところなんですけど、うん、そんなキャラクターとなっております、はい、大阪さんから見た武道の印象って原作の時ってとかどんな感じでしたか。そうですね、まあ、やっぱりいろいろあって今の武道っていう状態になってるんで、まあ、これは後々語られるところではあったりするんですけれども、はい、まあ、やっぱりその憎めないですよね、クズなんですけど。そうですね、うん、なんか本当に悪いやつじゃ、本当のクズじゃないというか。そうですね、うん、なんかちょっといろいろあって人生に絶望しちゃったというか、うん、これ以上ならないようにしようと思ったけどなんかうまくいかずにそのままズルズル来ちゃったみたいなところがあるんで、うん、変わろうとしている節はねちょっと見えるところもあるんですよね。でそれがまあその過去に戻ったきっかけでっていうところになったりはするので、うん、だからまあもともとそういうものは変わりたいっていう思いを持ってたんだろうなっていう思うんで、です、うん、だからもう本当に成長しがいがあるというか、はい、うん、これからどうなるのかっていうのは楽しみになる、楽しみなキャラクターっていうのは思いますね。本当にだからきっかけがなかっただけなのかなみたいな風に、なんかそのダメなままなんか腐っていっちゃう自分をなんかこう元に戻るきっかけがなかっただけの、まあ元々の26歳の武道なのかなみたいな、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ、続いて大阪さんのキャラクターも、はい、はい、僕演じてます立花直人ですけども、はい、まあ、日向の弟です、はい、まあ、名字が一緒ですからね、うん、まあ武道に言われた一言がきっかけで警察官になったと、はい、まあ、警察官なんで頭がいいということで、うん、めちゃめちゃいい、本当に、まあ、このグループのブレーンというか、はい、うん、武道が行くべき道を示してくれる、キャラクターでもあるんですけども、はい、まあ、一つもう一つ大きな能力がありまして、
あれこれ言っちゃダメか、語れないことだらけなんですよね。そうなんだ、1話じゃやっぱ語れないからね。この間の上映会の時も、上映会の時はまだ3話ね、3話まで、ね、あとダイジェスト版で見てくださったからですけど、うん、いやなかなか僕から見た直人は、うん、まあ、本当になんかすごい最初怖いというか厳しいというか、お年下なはずのキャラクターなのに竹道に対してやっぱズバズバ言って、うん、まあ、その助けるべくというか、うん、なんかすごいあれですよね、あ言葉が出てこなかった言葉が、まあ、でもどんどん今まだマシですからね、あと、うんうん、どんどんもっと毒舌になってきますから、そう、うん、毒舌、そのなおさらにその収録の時やっぱ大坂さんが演じる直人っていうのが、うん、なんかそのやって収録一緒にさせていただいてて、すごいビシバシ刺さるというかツッコミが鋭いというか、まあそうなんだよ、俺性格悪いからさなんかその本当頭が切れるところが本当頼りにしてるし、素直な、なんか竹道がこう素直に接してる一人だなっていう風に思う、ね、そうなんだよね。だからこうやってまあ後輩がいる現場っていうのはたくさん経験してきてますけれども、はい、まあ、本当にこのね人数が少なく通る現場になってから、うん、はい、あんまりその後輩の面倒を見るっていうことがなくなったので、うん、そういった意味ではちょっと新鮮な気分でやらせてもらってますけれども、うんうん、そうなんですよ。あんまりその意外と男の子がいない現場とかがあったりとかして、あそうです、ね、うん、なかなかその男同士でなんかちょっと話すみたいなことが最近なかったじゃなかったので、そういった意味ではなんか、うん、改めてあ先輩になっちゃったんだっていうのを思い知らされたけどそうだったんです、ね、うん、そうなんですよ。でも特に僕がしんくんに対してなんかそのアドバイスしたとかいうのは一切ない気がするな。でも収録中もその最初からあのタスクさんから連絡来たよとかでなんかこうお話を積極的に大坂さんから振っていただいて、その緊張をほぐしていただいたというか、で実際収録始まっ本番始まったらテスト本番やってる時はもう本当に役としてビシバシ来てくださって、なんか返さない返していかなきゃっていう風にあの引っ張っていただいたような気持ちで収録してました、うん、でも1話はでもほぼね一人旅だったから、1話はそうなんですよ ね、まあ脇さんいたから日向はね喋、うん、はい、ったけど、でも最初の方もほとんどもう分散収録もありつつで、うん、本当に一人でただモノローグバーっていう、そうだよね、うん、だからあれは本当に掛け合いする相手がいないと本当大変だろうなって思いながら、どこから竹道というものがこれでいいのかとかも不安で思いつつも、うん、どうですかって感じで緊張しながらやった記憶がありますね、うん、やっぱその中学時代の竹道と大人になった竹道って、はい、やっぱそういうちょっと変えてたりするの、はい、あでもそれこそ、最初の26歳から12年前に戻った時って、うんうん、まあ中身ってまだ変わってないというか、うん、26歳のまんまのままで、うん、で何でしょうかね、多分本人もそんなに変えてないんじゃないかなっていうか、意識として、うんうん、その場に応じない、その場に適応しなきゃというか、バレないようにというか、うん、怪しまれないようにっていうふうには思ってるんでしょうけど、うんうん、そんな年齢のことって多分気にしてなさそうだなっていうふうに思って、ね、うん、でかつ収録当時自分自身が26歳だったんですね、うんうんうん、でそのまんまだったんで、うん、まあ、僕もそのまま中学時代の竹道を演じるのも、うん、なんかそのなんかリンクしてるというか、そのまんまの感じで気持ちで演じられてるかなっていうつもりで、あんまり変えようとしてないですね。そっかそっか、まあそれそうだよね、そう、うん、対応できてないもんね、まだだって そのからこれがこれがみたいな、うん、現状にね、うん、そっかそっか。あメール来てます、じゃあメール読みましょう、お願いします、はい、ラジオネームあゆさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。審査大阪さんこんにちは、こんにちは、ラジオ紹介おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。私はアニメ化決定後にさまざまな媒体の宣伝で気になり漫画を買い始めました、うん、読んでみるともう一巻の時点で気になるが止まらず、止まらない、結局即全巻買い揃え速攻読破したくらいでのめり込み大好きになった作品です。おお、ありがとうございます。読み始めた時点でキャストさんは一部発表されてましたが、まだ声付きの PV などは、出ておらず想像しつつでしたが、お名前聞いただけでもぴったしだなと思えるキャスト陣ばかりで本当に楽しみで仕方がないです。ついに始まるということでこうしてお便りを送らせていただきました、うん、このラジオも毎回楽しんで聞こうと思いますので、キャストさん間での裏話など通り部の楽しいお話を聞かせてくれることを期待しています、なるほど、うん、そっかこれ俺ねいつもこのタイトルの略し方が分かんなくなるんだよ、わ確かに俺いつもディベンジャーズって言っちゃうんだけど、あ僕最初
東マンとかって。ああそうなんだよね。でもタイトルで東京リベンジャーズだから東マンは入んないんだよね、うん、そうなんですよね。東マン次回じゃないから、うん、そうそう、だからすごい難しいなと思って、うん、東リベね、東リベ か東京リベン、東リベン、確かに、うん、そっかそっか、うん、リベンジャーズっていうでもぴったしでやってよキャスト。いや ありがたいですねよりそう思ってもらえるように。やっぱでも全巻速攻全巻買ってっていうのはやっぱありがたいですね。それほどでもやっぱり作品に魅力があるっていうことだからね。いやそうですね、僕も同じ感じでしたね、うん、その読ませていただいて、いや面白いなっていうのですぐ、うん、Kindle で揃えました、うんうんうん、そうなんだよ、もう続きが気になってしょうがないね、もう原作。いやそうなんですよね、単行本派だからさ。うん、そう、僕も単行本派だったんですけど、うん、ゆうさんとかが、うん、マガポケ、マガポケでもう最新のやつ見てて、うん、ネタバレしそうになるから、うん、僕もマガポケであの人しそうだねさらっとしそうだねそうしました。見た見たっつって達久さんも収録中に、うん、ほらって見せて、それも僕も言ったんですけど、うん、いやもうでももう一層見たいですって言って、なるほどね、一カットだけ見せてもらってとかって、じゃ気になるのはもう間違いないですね、うん、そうなんですよ、やっぱ引きがうまいよねこの作品ね、うん、じゃ続いてのお便りいきます、はい、ペンネームブルースイマさん、はい、ありがとうございます。しんさん、大阪さん、こんにちは。こんにちは、東京リベンジャーズアニメ化おめでとうございます。ありがとうございます。私はアニメ化すると発表されてから原作を読んだのですが、気がついたら単行本を全部買って、全て読んでしまうほどハマっていました、うん、はい、個性的なキャラクターが繰り広げる熱い展開ばかりの作品なので、今後アニメでどのように描かれるのか楽しみです、うん、はい、私は東京リベンジャーズの中で一番橘直人くんが好きです。原作を読むときは竹道くんに対してかける直人くんの言葉に注目しているので、アニメでは大阪さんがどのような演技をするのか期待しています、うん、とのことです、うん、ありがとうございますね、うん、でも収録がねもう結構先に進んでるんですよね。結構進んでますね。そう、相当早めにやってるっていうのもあって、うん、でも原作とアニメってやっぱちょっと違うよね、はい、ちょっと違いますね。これから先ちょこちょこあるんですけども、原作にないところを逆にちょっと深掘りして、はい、オリジナルでちょっと長めに描いてくれてるシーンとかもあったりとかするんですよ。あるはずですね。それこそ直人にもあって、なんか割とさらっと喋ってもう過去に戻ってみたいな話があるんですけども、はい、そこをちょっと膨らませてくれて詳しく説明してくれる、そうですね、詳しく説明するシーンとかがあったりとかして、なんかそういったところでなんかちょっと補完してくれてる、原作見ても全然わかるんですけども、はい、さらに補完してくれてる部分があったりとかするので、そういった意味では全然違う楽しみ方ができるのかなって、アニメならではの楽しみ方がありますね。でもやっぱ色ついて動いてるっていうだけでね。そうですね。でそのよりその原作よりもその喧嘩のシーンとかって、うん、なんかキャラクターそれぞれになんだフラッシュアップというか、うん、してアニメの中で動いてるような気がするんですよね、うん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 、だから今の時代よく OK 出たなって思うのが、はい、あんだけボッコボコに殴ったりとか、はい、されて血も普通に出るじゃん。出てますね、うん、よく OK 出たなって思います、ね、確かに、うん、放送できたなって思います。タバコも吸ってますしね。そうだね、中学生がねあれ OK だから OK 出たね。よくシガレットじゃないですよね、わかんない、これ言っていいのかな、あれタバコじゃないのかな、タバコじゃないっていうことなんですかね。タバコじゃないかもしれないですね、あただの雑草雑草を巻いて雑草を紙で巻いたやつかもしれないそれならまあいいかそういう楽しみ方は今 OK 出るんだっけ。いやまあでも不良漫画ってやっぱそういうのがありきだからね、はい、うん、皆さんメールありがとうございました。ありがとうございます、番組では皆さんからのメールお待ちしております。アニメやラジオの感想、他にも何でも構いませんので、どしどし送ってきてください。はい、お願いします。東京リベンジャーズラジオ、ここからはラジオを盛り上げていくコーナーをやっていきましょう。まずはこちらから、人生のリベンジ。お、私シンが演じますタケミチは、昔恋人だったヒナタを救うために、そして逃げ続けた自分を変えるため12年前にタイムリープします、うん、そこでこのコーナーではリスナーの皆さんから、もしもタイムリープできるならいつの自分に戻ってどう人生をやり直したいのかを送ってもらうコーナーです、はい、
まあ、誰でもやり直したいなと思うことはあるっていうことですよね。ありますか。僕はでもなんか結果今につながってんじゃねえのっていうところでやり直すべきかって思っちゃう。なんか最終的にやっぱりこの業界に行きたいとは思うってこと、はい思いますね、うん、今あまりこれ以外だとでも例えばそのもうちょっとこれをやっときゃ、はい、もっと早くどんどん上に行けたんじゃないかみたいな。いやそうなんですね。でもそれもなんか考えどころで、うん、僕、専門学校と養成所を経てきてるんですけど、うんうん、でもどっちも得てきたものは学んだものは大きいのかなと思うと、うんうんうん、なんかこうね人によってあの養成所からとかそうだね、まあ、もう直ですぐオーディションして所属になった方もいらっしゃる中で、うんうん、いやでもまあ時間はかかったけど、うん、今結果着実に来れてるのはそのおかげなんじゃないのかなっていうふうに思ったり、逆にそのやったことによって今のタイミングでこの東京リベンジャーズに受かったっていうね、受かったっていうのもあるんじゃないのかなと思うとやり直すのも怖いっていうふうに思っちゃいますね、うん、だってそうなんだよ。その早めにデビューしてさ、はい、いろいろたくさんの役をやった時にこの東京リベンジャーズが来た時にじゃあフレッシュな新人の方が欲しいですみたいになった時にやっぱ進化を外されるからさ、そうですよね。そうなんだよ。怖いな。そうだからいいタイミングはめちゃくちゃ良かったんだよね。そういう意味ではね。いやそうだと思います。うんうんうん、大阪さんはいかがですか。俺ですか。はい。ないです。あかっこいい。かっこいい。僕も満足してるんで。一番やっぱ素敵なことそれが一番ですよね。まあでもきっと皆様になんか、まあ、ちっちゃいことでも何かしらのことがあるかなというので、それではリスナーの皆さんからのメールを紹介していきます、はい。ペンネームしくじり野郎どもさん、はい、ありがとうございます。私は中学1年生の秋に戻りたいです。秋に校外学習があったのですが、うん、クラスみんなで円になってフラフープをくぐりそのタイムを測るというゲームで私はフラフープを割ってしまいました。とてもみんなの視線が痛かったので戻ってリベンジしたいです。泣きありがとうございます割っちゃったんですね。割っちゃったんだね。このクラスみんなで円になってフラフープをくぐるってどうやって割るの。どういうどうやって割るどう、そう、そんなゲームしたことありますか。踏みつぶすしかないよね。割る踏みつぶすしかこう内側からバーンってああそうかやるしかないとかどうしたんですかね。立っちゃったのかな。そのままその輪っかを踏みつけた状態でグッとグッと上げちゃったからバキャンっていっちゃった。あそういうことですかね。相当な力じゃないと割れないよな。なかなかもうなんか結構ボロボロとかだった。校外学習ですもんね。まあ、まあ、そうそう買い替えないかフラフープなんて。いやなんか学校にあるものって結構ボロボロだった記憶は。そうだね。ちょっと年季入ってるかもしれない、ね、サッカーボールなんて全部剥がれたりしますあるベロベロになったりして、うん、あるあるある。うん、そうか、これは確かにそのクラスのみんなからの視線が集まるとかなんかそういう学校の時の思い出って苦いですね。そうだね、ちょっと恥ずかしい部分があるからね、子供ながらに。さあ続きましてラジオネームマイキーくんのおでこに住みたいさんからです。ありがとうございます。今短大生なのですが中3の頃に戻りたいです。私は中3の時に転校してちょっとキャラ変しようと憧れてたクールな感じを出して一人でも大丈夫ですよ感を出していたら誰からも声をかけられませんでした。なので中3の頃に戻りもっとみんなの輪の中に入って楽しい中学生活を送りたいです。そしてクラス会とか楽しみたいです。ちなみに中学のクラス会では一人でご飯を黙々と食べてましたと。なんかわかる気がするな。いるよなこういうやついや大阪さんってやっぱそういう毒舌ないやいや別に今毒舌じゃないよ。いるよねってこういうやつっていやクラスに一人はこういう中二病にかかったやつがいるなと思って。俺もちょっと別な意味で中二病だったからさ。あそうなんですか、うん、どっちかっていうとそのファンタジー系に憧れてたタイプの人。ファンタジー系って憧れるとどうなるんですか。ね常に左手に黒いリスバンドをつけ始めますそういう意味のファンタジー。そうこれ本当にね24時間話さなかった。風呂入ってる時もずっとつけてリストバンドですか。吸収しちゃう。リストそうでつけたまま絞る。ああもう外さなかった。これを外したら真なる力が解放されるみたいな心の中の設定を持って。痛い。そうだから試合中とかで本気出す時がちょっと外すね。いや痛いですね。状態でやってた。僕は前髪をめちゃめちゃ伸ばしてました。ここまでありました。顎のとこまでアイロンで伸ばして前髪なんだ。前髪伸ばした後ろ髪じゃないんだ。俺後ろ髪あったけどさ。あいやそれこそヤンキース結びたかったから。あいいですね。そう結びたかったからずっと伸ばしてたの、うんはい、で散髪にも行かなくなるじゃん、はい、で前髪は伸びてくるから俺前髪鬱陶しいからすぐ鬱陶しくなるから、はい、あの目に入ると、うん、自分で切ってたの。でも切り方知らないじゃん、はい、切り方知らないから、まあ、こうまっすぐ切るんですよね。あパッツンに慣れたらいいみたいな。ここパッツンで、はい、ここめっちゃ長いからなんかあのね
ヘルメットかぶってで後ろ髪もクセっ毛なのよ、はい、でこっちに前に来るタイプのクセっ毛だったから、あ、なんかこうクリンって前に来ちゃ う俺の理想がやっぱね、あのちょっと外羽のロングヘアみたいなのだったんだけど、こうどんどん前に伸びてくるから、はい、余計にヘルメットの紐みたいなこれ繋がるじゃないか、かつそれでリストバンドしてる、そうそうリストバンドしてるっていうところだったからなかなかやっぱみんなあるんですね。そうだから、あのそれに気づいたの、痛いってことに、痛いっていうか気持ち悪いってことに気づいたのが、はい、あの毎年撮るあの学生証の写真、はい、ありますね、あれで気づきました。あ、自分を客観して客観的に見て、うわひでえと思ってなるほど。でこの方も、この方は何でしたっけ。これはね、あ、クールなキャラか。そう、キャラな感じで一匹狼感を出したら、結果本当に声をかけられなかったって、うん、さあそれは一番良くない。でも別にそれが望みだったんじゃないの。いや、クールな状態で好かれたかったんじゃないですか。でも結局話しかけてきたとしても、いや俺私一人で十分だしみたいな雰囲気出すわけ、別にって言うてもね。そう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 、じゃあもう本末、じゃあ結局一緒だ、結局一緒だありがとうございます。今どこでしたっけあ、もう次読まない OK で終わりかな、うん、じゃあ今回はここまでとなります。なんかこういうのも初めてで新鮮で面白いですねありきたりな感じになっちゃった。いやでもみんなの過去知れて面白いねこれで、僕なんか昔を思い出しました、うん、どんなに痛々しい過去を持ってるかちょっと楽しみだった、ね、今後も楽しみですね、うん、ありがとうございます。以上、人生のリベンジでした。東京リベンジャーズラジオ、続いてはこのコーナー、新勇気のリベンジャーズ代行。いや、タケミチは恋人だったヒナタを救うため、そして逃げ続けた自分を変えるため、12年前にタイムリープし人生をリベンジしようとしています、うん、そこでこのコーナーはタケミチ役の私新勇気がリスナーの皆さんができなかったことを代わりにリベンジするコーナーとなっております。なんかあの皆さんきっとあのうまくできなかったとか、あれ失敗して悔しいなっていう、まあちっちゃいことでも大きなことでも私が代わりにリベンジするっていう企画らしいです。なるほどね、はい、ちょっと直にお手伝いができないから、せめて間接的にでも何かしらの皆さんに気持ちよくなってもらおうみたいなっていう企画なんですかね、うん、つまり僕がチャレンジコーナーって書いてあります。そうですね、あ、ただの無茶ぶりコーナーです。なるほど頑張れ。これなんかさっき聞きましたけど、これが新人のラジオあるあるなんですか。あるあるだと思います、大阪僕はこういう感じじゃなかったけど、はい、それこそドラケン役の鈴木達久さんと一緒にやったラジオがあって、はいはい、ずっとワンコーナー中スクワットをし続けるっていう、きつまたなんかそんな肉体的にっていうコーナーは、ラジオあれ？ラジオでスクワットですか？です見えてないのに。そう、何々し続けられるっていう、なんか勝手に特技みたいな感じで、あ、そういうコーナーがあったんですよ。大丈夫だったんですか？帰り道なんかヘロヘロになったりって。終わった後出る時につまずきました、はい、やっぱり足が思った以上に上がらなくて、怖い。まあでもそんなことを僕がこれからやっていくと、まあ、これはちょっとやっぱ新人で1回は2回通る道じゃあ通る道ですね。じゃあもうそこも楽しんでいけたらいいなと思います、はい、楽しんでください、はい、ということで、シングルリベンジ代行してもらいましょう。メール紹介しましょう。お願いします、ラジオネームゆかちぃさんからいただきました。ありがとうございます。私はこの4月から新社会人となります。おめでとうございます。先日入社式があったのですが、そこでの自己紹介がうまくできず変な空気になってしまいました。ちゃんと自己紹介したかったです。 Cさん、はい、私の代わりにリベンジしてください。わかりました。ということで、シンくんがリベンジ代行する内容はこちら。自分を褒めまくる自己紹介をせよ。自己紹介か。そうなんです。ただの自己紹介じゃありません。はい、自分で自分のことを褒めまくるような自己紹介です。自分を褒めるんですね。まあ本当の自己アピールですね。そうですね、うん、なんか自分の長所しか言わない。長所しか言わない。短所言わないです。なんかよくやってたのはあれですよね、短所も長所として言い換えなさいよみたいな、うん、違います今回は長所ひたすらに、ひたすら長所。あー難しいですね。全部長所。なんか短所ももうこれがいいんだよっていう、はい、短所じゃないように喋るみたいな。あー、うん、なるほど、うんうんうん、っていうことで、はい、やっていただきたいなというふうに思うんですけれども、制限時間が1分。1分、うん、
リベンジできたのかどうかは私大阪が判定をします。はい、はい、お願いします。うん、まあシンクのことをねこのラジオで初めて知ったよっていう方もいると思うので、そうですね、まあ単純な自己紹介プラスめちゃめちゃ自分を褒めてみるっていうことですね。そうです。あとシンクやっぱできるかな、事務所とか入るときに撮ってきたでしょ。撮りました。自己アピールするっていう。撮りました。なんかレッスンもありました。そう、それの3倍増しぐらいで、はい、3倍増しやっぱ自分のことを全部褒めるってことしなかったじゃない、多分してないですね、うん、だからそれを3倍増しで自分をいい風に言う。ただ、まあ、僕からのこれはお願いだと思う、お願いなんですけど、はい、ナルシストにはならないでほしい。ナルシストってあんまいい印象受けないから相手って、うん、なんだこいつってなっちゃうから。ちなみにナルシストナルシストじゃないの線引きっていうかそのイメージってどういうところですか。ちょっといやらしく聞こえるかどうかだよね。爽やかに聞こえるかどうか。あ、じゃあ爽やかさを重視して、うんうん、なんかあ俺すごいんだぜアピールしがすごかったらやっぱちょっと。わかりました。深い感があるからそうですね、深い感は変えないようにそうそう、僕のいいところをみんなに知ってほしい。あくまで自己アピールだから。そう、わかりました。不快に思われちゃったらねアピールになんないからね、はい、じゃあ準備はよろしいですか。ちょっと頑張ります、うん、じゃあやっていただきましょう。新雪のディベンジャーズ代行スタート。こんにちは、初めましての方は初めまして、新雪です。僕はですね神奈川県出身の、27歳成人男性です。僕はですね料理がすごく大好きで、僕のおじさんも料理人だということもあって、そこでお手伝いしてたのもあってすごく料理が上手です。得意料理はステーキとチャーハン、めちゃ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 美味しいんですよ。非常に美味しいというところと、僕の素敵なところで言えば、家族思いなところですね。僕はとても父親と仲がいいので、父親とサバイバルゲームに遊びに行ったりとか、小さな頃は釣り川とかにキャンプしに行ったりも、まあ、いろんなことを父親のバイクとかツーリングとかも行って、非常に家族思いでお父さんと仲がいいです、まあ、つまり何を言いたいかって言えば、僕は非常に優しい心を持っているんですね。そういうところと、まあ、なんかこうこれは人から言われることでもあるんですが、なんかこう可愛らしいと言われることもあれば、なんか意外に大人びてるかっこいいねみたいなこともあるから、すごくまあなんだろうな、人間臭いやつだと思うんだ。1分、いやでも意外と1分って言えた言えた言えた、ちょっとまとめられなかったけど、ね、言えた言えた、まとめ言えましたね、うんうんうん、言いたいことは言えました。なるほどね、うん、すいません。それじゃあ大阪さん、リベンジできていたのかどうか判定をお願いします。はい、しんくんのリベンジ代行失敗です。 Oh my god です。理由を教えてください。いや、すごい前半てか後半の本当に最後まではめちゃくちゃ良かったんですよ、はい、いい具合に褒めてて、はい、あ、だから家族思いでね、あ、すごい親孝行な子なんだなっていう風に思ったんですけど、はい、ちょっとあの可愛いとかかっこいいとかいう部分あったじゃないですか。 ありましたね。あれってやっぱりね、顔にコンプレックスある人がその面接を聞いてると、なんか自分のことイケメンと言いたいのっつって、なんかかっこいいにも可愛いとかにどっちにも需要ありますよみたいな感じで、そうか、そうなんですよ。そうだったですね。性格が可愛いとかね、男気があるとかいう言い方だったら良かったかもしれないですけど、ちょっと僕も そこはちょっと誤解して伝えてしまいました。見た目がとかじゃないですよ、なんか雰囲気として可愛らしいねって言われることが今まで多かったなっていう、うん、ただまあ個人的にはかっこいいにって思われたいんですけどね。なるほどね。っていうところ、ね、そう、うん、希望はかっこいい大人の男性っていう人になりたいっていう、ね、でもまあ そこも長所として、うん、あ、でもそうか、伝え方が、うん、あとまあ単純に、はい、ちゃんと収められなかったっていう1分をちょっと忘れてました。1分って意外と、まあ、分かんないもんね、1分ってどんだけ勝って今時間が経ってるか、残り10秒とかも言ってくれないし、いや、そう、いや、なかなかこれは、まあ、今回はまあ失敗していきましたけども、まあやっぱりこれはちょっとやっぱし失敗は成功のもとって言いますから、失敗成功のもと、今後成功する糧になる、そういうことです。どんどん上手くなっていって、そんな初回から上手くなんていかないですよ。あるわけないんですよ。で、逆にこれ成功出しちゃうと、はい、調子乗っちゃうでしょ。乗ります。それはユウさんにもこの間言われました。いるんですよ、ずっとシーン褒められまくってすぐ調子乗ってるって言われて、それは反省しないといけないなって思います。それね、俺ちょっとユウさん嫉妬もあると思うね。そうか、ユウさんも褒められたいんだよ多分。それはなんかわかる気がする。先輩ならだよ、ないね、うん、以上、新雪のリベンジャーズ代行でした。
東京リベンジャーズラジオ。東京リベンジャーズ告知。ここからは東京リベンジャーズに関する情報をお知らせします、はい、まずは原作情報です。東京リベンジャーズは週刊少年マガジンにて好評連載中です。単行本は第1巻から第21巻まで絶賛発売中です、うん、そして最新第22巻は4月16日発売です。さらに東漫初の公式キャラブック天上天下も同じ4月16日に発売となります、うん、こちらバルハラ編までの内容を網羅し、主要キャラのプロフィールはもちろん涌井先生書き下ろしイラストも多数収録した充実の内容です。ぜひ手に入れてください。はい、続きまして放送情報です、はい、テレビアニメ東京リベンジャーズは MBS テレビ東京 BS 朝日 ATX他にて本日4月10日土曜日より順次放送開始です。本日、はい、そして各配信サイトでも本日4月10日土曜日27時8分にて全世界同時解禁となります。はい、詳細はですね公式サイトをチェックしてください。はい、続いてテレビアニメ東京リベンジャーズ YouTube チャンネルが開設されています。うん、私新ゆきの、そちらでも体当たり企画をお届けしてます。 YouTube や、うん、このラジオのアーカイブが聞けたり、うん、さらに4月12日より涌井健先生完全監修のミニアニメ、うん、ちびりべがスタートします。ちびりべは、アニメ本編には描かれていない、溝中五人衆とか当番メンバーの日常が描かれたオリジナルミニアニメです、うん、こちらは毎週月曜19時更新予定ですのでこちらもぜひチェックしてください。はい、お願いします。続きましてパッケージ情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズブルーレイ &DVD が6月16日より発売となります、はい、アニメ書き下ろし三方正ケースに加えなんと涌井健先生による書き下ろしオリジナル漫画ほか豪華特典満載です。はい、特製ブックレットはスタッフインタビューキャストインタビュー設定など68ページにわたる大ボリュームの予定です。すごい。ちなみに第1巻のキャストインタビューは僕とシンクに見ております。あ、そうなんですね。はい、お楽しみに。楽しみに。さらにオリジナルサウンドトラックや、キャラクターイメージソング CD の発売も決定しておりますのでぜひチェックしてください。はい、お願いします。以上東京リベンジャーズ告知でした。東京リベンジャーズラジオ。お送りしてきました東京リベンジャーズラジオ、エンディングのお時間です。はい、初めてのラジオ、うん、ありがとうございました。いえいえいえ、大丈夫でしたか。大丈夫でしたか。でもなんかすごく楽しくできました。特にオープニング以降はなんか少し リラックスしながら喋ることができたかなって個人的には思ってます、うん、そうだね。やっぱり最初はね台本そのまま読んでそのまま ガン読みして盛り上げることもなくすいませんやっちゃいますけど、はい、まあでもこれをね、はい、続けていくことによって、はい、オープニングでまあ自分一人でもちょっとね 2,3 分喋れるようになったりとか、そんな風にします。なれるんですか。なります。頑張ります。なれます。なれます。なんならいらんことも言い始めます。それも醍醐味なんですね。それも醍醐味。それも醍醐味で、だってそのラジオってねある意味その人の人柄というか、はい、が見れるとこだから、まあ、今はちょっと硬いからさ、シン君の本当の姿っていうのはまだ見れてない部分、ね、まだ猫かぶってます。そうなんです。多分だからちょっとこれから先、うん、はい、そういったシン君の、はい、人柄というかね、はい、素の部分もね見れてきたら多分みんなね喜んでくれると思うので。わかりました。あれここ竹道に似てんじゃねみたいな思うところもね多分たくさん出てくる、ね、出てきますかね、うん、じゃあそこもどんどん出せるようになっていけたらなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。では、番組では、皆さんからのメールをお待ちしています、うん、アニメやラジオの感想を各コーナーまでメールを送ってください。はい、メールはですね番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。もし直接送る場合メールアドレスはすべて小文字で、トーマンアットマーク温泉ドット AG、 トーマンアットマーク温泉ドット AG、TOMAN アット温泉ドット AG でございます。はい、そしてこの番組ですが、各週土曜日配信となります。次回の配信日は2週間後の4月24日土曜日、4月24日土曜日です。次回のマンスリーパーソナリティももちろん大阪さんです、うん、忘れずに聞いてください。はい、さらにこの番組ですが温泉プレミアムで限定のおまけトークを聞くことができます。皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけトークもチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ第1回、はい、何か言い残したことはないですか。言い残したことは、
ちょっと硬すぎましたかね。じゃあちょっと次回に向けても次回はもう人柄が出せてるような、あとは気合も入ってるようなのを皆様にお届けできればなと、うん、あかんもう神々だ。気合を入れていくのでよろしくお願いします。じゃあ楽しみにしておりましょう。俺もなんて喋っていいのか分かんない。引っ張られて引っ張られて引っ張られて。というわけで東京リベンジャーズラジオはここまで。お相手は花垣武道役新雄貴と立花直人役大阪亮太でした。それじゃあ解散。